どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は大津彩加控訴ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、あの完全に負けたポスター裁判で、なんと大津彩加さん控訴したっていう話が出てきましたんで、まあ、今回は改めてこの話をしていきたいのと、それから破産の言い訳期日が確か本日だったと思うんで、これについてのお話をやっていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらはまずね、立花隆さんのポストですけども、このね、今日は大物インフルエンザと、えー、参議院選挙に関する、あ、出馬に関する打ち合わせでした、みたいな感じで、まあ、これですね。まあ、これが、まあ、あの、まあ、昨日、いろいろお話をさせていただいたんですけど、みんな大受け、みたいな感じで、今は、これが、 わざとやってんのか、あるいはこれあざと、なんて言うんだろう、わざとやってんのか、天然なのか論争が、まあ、起きてるようですけど、さあ、どっちなんでしょうっていうね。まあ、そんな感じで、まあ、どっちでもいいという声も聞こえてきますけど、まあ、いずれにしてもですね、なんか割と、あの、この代表権周りはね、殺伐とした話がどうしても多いですから、まあ、そんな中で、まあ、ふわっとした話題がやってきたんで、よかったですね、という感じですね。はい。で、そしてですね、 えとこちらは村上弁護士のポストですけどもネット選挙の件ですねいわゆるポスター代払い裁判ですね皆さん知り,知りたさそうなので確認しましたと大津さん側から2月27日に控訴されていることを裁判所の担当部に確認を取りました。 えー、構想詞については福永先生が解説していた通り私も思います。ということで、確か福永弁護士のその解説の中には、村川弁護士はこの裁判100%勝つって思ってたよねっていうところが出てくるんですけど、まあそういうことでしょうね。はい、とていう感じなんで <laughs> ど、どういう気持ちなんでしょう、これは。 <laughs> なんで訴えてきたんだみたいなあなんで控訴したんだって感じなんですかねはい。まあ、いずれにしてもちょっとね、まあ、一番はあのトヨタ弁護士がねどういう気持ちでやってるのかなみたいなね助言全然聞いてくんねえなみたいなことなのかあるいは「いやこれはおいしい案件だと」となんかもう何でもかんでも訴えてくれるからジャブジャブできるぜって思ってるのかどっちなんでしょうね。はい、<laughs> っていうところでありまして。 はいというわけでこちらは、えっと、失敗小僧さんの YouTube チャンネルにあのコメントされた大津やかさんのまあおそらくこういう理由で控訴しますよってやつが書かれていたのでまあちょっと改めて見ていきたいって感じでまあでもここに。 書いてあることからして多分この理由でガチで控訴したってことだと思うんですけどまあここについてはねまあ反論についてはまあプロの反論については福永弁護士のものをまあ見ていただきたいというふうに思うんですが改めてではありますけどもえー、っとですね、まあ、デザインは私が松浦花子にお金を払って依頼したものですということでで ポスター私がポスターを受け取れなかったのはっていうことでまあこれ全部裁判であの認められなかったやつばっかだと思うんですけどまあいいや、えー、とまず立花氏が債権者の家に、えー、と大津氏の家をピンポンしろと連日住所をさらしてえっ、ー、と N 党お家系のパンフレットや代引き攻撃があったためポスターがパンパンでチャイムが。 続いたととううですかね。で、インターホンを切っていたことってことでこういうのって何て言うんだろうなその相手が明確でないのに決めつけて裁判上でやった時にこれそのものもが名誉うにはなならないんですかね。一応その裁判の中裁判の情報で公開情報じゃないですかでなおかつここであの誰しもが見れる YouTube チャンネルのコメントに貼り付けてるから <laughs> これは <laughs>。 <laughs> 名誉毀損だと思うんですけどまあでもこれを証明してくれって言われたら証明できるんですかねできるんだったら全然言ってもいいと思うんですけどっていうことなんですかねまあでもこれ過去にえっとち千代さんかなんかが結局これで名誉毀損で訴えられたけどまあそう思ってもしょうがないよねみたいな結論が出たんで、まあ、これについてはちょっとね、まあ、どうなるか分かりませんけど、まあ、とにかくえー、っと はい、であとまあまあい,いやまあとにかくインターホンを切ってたから受け取れませんでしたっていうことでこれどうやって主張するんですかね確かにこれ裁判では言ってないけどこんなの本当に言うのかな <laughs> あの <laughs> はいというまあ主張が1個目とえっ、ー、とそれからこれですかね立花氏や国会議員2名が大津綾香は党と無関係除名と配信していたことをやってことでまあこれについてはまあ 裁判ではこれ、あの、何て言うんですかね、あの、いわゆるこれ関係ねえみたいな話になりましたよね。で、それから、えー、と当関係者とのグループ LINE から締め出され、情報も遮断されたこと。まあ、これは入ってなかったような気がするけど、まあ、どっちにしても、あの、ごめん <laughs> 関係なくね、<laughs> ポスターと関係ないよ。はい。で、そして3つ目。 ネット選挙等、党が行っていたポスターを貼るアルバイト募集システムからも締め出されて、えー、とすみません、ちょっとずれてました。えー、と情報も遮断されたことということですかね。あ失礼しました。ちょっとずれてしまいましたね。締め出されて、ポスターを貼ってくれる人を見つけることができなくなったことっていう感じでね。 まあこれも、あのポスター貼ってくれる人は全然関係ないし、自分で探せたし、何だったら自分で貼れや、みたいな話ですから、まあ、これも別にポスターの発注と何ら関係がないですよね。これ本気で言ってんのかなこれを訴状に書いたってことでしょ多分ね。その村、あ村子弁護士やや、多 <laughs> 分弁護士 <laughs>。これ <laughs>、もうめんどくせえから、これ、このままコピペしたのかなで、あと4つ目ですね。居住時 があるるここととを認識しているところですかね。えー、と港区の家は政治家女子の YouTube として貸していたこと等々ですかね。にもかかわらず居住実態がないため選挙に出るなと戦艦に立ち話から怪文書を送れるなどの落選運動をされていたためえっ、ー、とこれも繰り返しですよね、まあ、除,名除名の話とかぶってるんですけどねなんか要するに裁判で負けたら。 なんかまた新たに何か理由をくっつけてきてる <laughs>。いや、すごいな <laughs>。一生終わんないんじゃないですか、これね。まあまあ、これがまあ裁判だから、まあ、これは棄却になったりとかっていう形で結論出ますけど、これ裁判じゃなかったら、こんな感じでずっと言い訳をザーっとやられちゃうと、まあ、やっぱり仕事にはならないですよね。常に私が正しいっていうことで、まあ、なんとでも言えるじゃないですか。まあ、やっぱり。 あれですね、なんだかんだあの契約って大事だなって思いました。<laughs> で、えっ、ー、と、そして選挙公示日5日前になっていきなりポスターが届くとは到底思えなかったっていうので、こちらは発注の必要があると考えましたって、まあ、言ってるんですけどね、まあ、これもまあ以前から皆さん突っ込んでますけど、確認しろやっていうことですし、ということだと思いますけどね。はい、ということですと。 はい、で、あとはえっ、ー、とこちらですね以前松浦市に作らせたデザインこの作らせたって言い方で、ね、みんな突っ込んでましたけどはい。で、それで LINE のファイルにしかなく開く期限が切れていたのでもう一度送ってほしいと LINE を送ったが無視されたということですね。はい。でえー、と、これも全 <laughs> く関係ないけどな、えー、だからまあ大津さんの事情をいっぱい喋って。 ってるんですけどまあ一般的な社会においてはこんなの認められるわけもなくって感じですかね。で工事日ギリギリでデザイナーに私費で15万円支払って夜通し一緒に作りあの私,が私頑張ったみたいなのが入っていてで次の日にポスターを発注し えー、工事日前にポスターが届き戦艦で事前審査を置いて作り直しましたって感じで、まあ、とにかくこの事前奏なんか審査もなんか受けてないんじゃないかって話も出てるしそれからそうですねこの私費で15万払ったっていうのがいわゆる、えー、と報告書にも載ってないし逆になんかこれによってなんか別のなんか問題になるんじゃねみたいなことを突っ込まれてる。 感じですかね。あと LINE のファイルとかもまあ関係がないですよね。はい。というところでまあいくらでね松浦氏にお願いしたか分かりませんけれども最初のまあその払った分の仕事はしているので、まあ、別にあのそれを提出するかどうかは松浦氏が決めることだと思いますけどねはい。いずれにしても10あと15万が高いとかねいう話があるということですね。でえっ、ー、と もっと早くにポスターが届いてるもしくは届いてることが分かっていたならそのような無駄な時間やお金をかけることはしませんでしたって言ってるんですけどまあこれについてもまあ確認すればよかったっていうだけですねはいなので控訴、えー、いたしましたはあっていう感じでね <laughs> そのまあでもねやっぱねちょっとね裁判所もやっぱり裁判官っていうね個人権費が高い方育てるのにねやっぱり国のお金のそれがね入ってるじゃないですか。 っていう方々のやっぱり人件費をですね、まあ、こういうなんか無理筋、まあ、すぐ却下とかなる、棄却とかだったら早いんですかね。まあ、その辺は私はちょっとよく分かってないんですけど、まあ本当に無駄な裁判と言いますか、無駄な手続きだなっていうふうに思うわけで、まあ、いずれにしてもなんかこういうことをなんでやっぱりやってるかっていうと、まあ、最初のまあわがままと言いますか、無理筋がやっぱり、 なんか法律の未整備だったりあるいはまあ総務省が悪い部分もあると思うんですけどまあ大津さんから無茶が通ってきたのでまあそれがなんか全部飛んじゃねっていう風に誤認してしまったっていうのはやっぱあるような気がしますけどねはいという感じですかねはいポスター裁判はまあそんな感じで、まあ、本当に控訴されるようですねだから、まあ、裁判は続行しなくて棄却になるっぽいんですけどあのいや <laughs> すごいねと、まあ、と,とにかくなんかそれを本当に政党上席に使ってなくてね自分のポケットマネーでやってんだったらまあまあまだいいんですけどまあこの辺もね後でまた揉め事になりそうですね。でそしてあと破産回避の方ですけどまあ言い訳はね今日までだっていう話で。 まあいずれそれがまあわかんないですけど私が動画出した頃には何かもう解説がなされてるかもしれないしあるいはまた別日にねまあされてるかもしれないんですけどまあ今度はねどういう言い訳をしてくるか当ててみようみたいなね <laughs> あのどうするんですかね。まあい 今まではと言いますかまあ今まではそもそもね債権者がいないとか債権者の寄付であるとかいや債権者いないとは思ってないわけじゃないんだけど一部いない人がいるかもねとかですねまああらゆる言い訳を繰り返してきてまあ逆まあこれもそうなんですけどこういうむっちゃくちゃなことをやっぱりが通ってきちゃったってことですよねその辺はちょっと周りの支持者さんであるとかやっぱり大津さんの無理筋な意見を みんなでそうだそうだってやってきたことであるとか、まあ、なぜかそれが通っちゃったりとか <laughs> 通ったっていうより時間稼ぎになってるだけなんですけどね、まあ、そういうなんか言い訳してりゃ全部通るみたいな状況が、まああいう無理筋なことをねやっぱ平気で言ってしまうような形になってしまったのかなって思うんですよね。なんかまあ元々のね大津さんの素養みたいなことを言う方もいらっしゃるんですけどでもあそうなんかやっぱり。 その途中でねまあ、この代表権裁判っていうか代表権争奪ここまで長引くことなく12ヶ月ぐらいで終わってたらまあこういう感じにはなってないと思うんですけどねさすがにそうで、まあ、とにかく全部通っちゃうからまあとりあえずいろんな理由を言ってみたみたいな感じになってるように見えますけどねはいだからそれが通っちゃったっていうのが一部あるのもねまあどうかと思いますけど と、はい、いう感じであとだから破産破産ですよね破産回避だから4,000万のねその破産申し立てをした方に関してもそんな人はいないから始まってますからでそれはもういたわけでしょでそれから他の方々のじゃあ他がいないんだって言おうとしても他の陳述書って言いますか5億円相当ですかね総額5億円相当の債権を持ってる方々のまあ陳述書が提出されたっていうことになるので。 だろうなあと心配なのはやっぱりそういう方々に対して攻撃しないかとかぐらいですかねでもそういうリスクがある中で、まあ、それだけ集まってる時点でまあかなりの何て言うんだろう、まあ、まあほとんどの人が「早くオーツやめろよ」みたいなことですし破産についてまあ賛成してるという状況なんでしょうね、はい、はい。というわけでねまあちょっといろいろあるようですけども本日は。 以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。